では山本さん、よろしくお願いします。はい、はい、山本健二です。よろしくお願いします。ズバリいろんな質問をお伺いしますので、はい、はい、どんな質問が来るかちょっと分かんないですけど、はい、はい、何でも何でもいいですか。はい、答えられるだけ答えます。お願いします。はいはい、はい、じゃあ、はい、次の質問よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、まあ、よくある筋トレは例えば腕立て伏せ30回やって3セットで、腹筋も30回やって3セットはい、っていうのはよく自宅でやる筋トレだと思うんですけれども、はい、この15秒筋トレ、はい、まあ、ズバリ15秒で効果あるんでしょうか。まあ、なぜ15秒なのか、なぜ15秒じゃないとダメなのかみたいなというものは、まあ、筋肉というものはすごく面白いもので、皆さんただ例えば回数をこなしますよね。でもそれって なんでやってると思いますっていう、みんな分かってないんですよ。筋肉を刺激してそれがすぐに成長するかというわけではないんですね。筋肉を刺激することでぐーって刺激が脳に来るんです。で、脳が、あ、ここは疲れたからより発達させなきゃというふうに伝達するんです。筋トレって伝達のトレーニングなんですね、脳に合わせる。でもみんなだからこそ回数をやってるんですけど、でも回数をやったからってそうではないんです。例えばね、皆さん電球のスイッチを入れるのに、まあ、電気の家の電気のスイッチを入れるのに毎回30回とかってずっとスイッチ入れますか。何回も何回もつけるためにずーっと、じゃあありませんよね。みんな一回パチッてつけてその中で暮らしますよね。それが15秒と同じなんですよ。刺激もずっとこの上げ下げのようにこの波を打つようにするだけではなく、まあいいかもしれませんけど、そうじゃなくてずっと一定で上の状態で一定保った方がすごく効率が良くありませんかっていうことです。それが一番体のね反応があるのが15秒なんです。だからこそ無駄なく、そしてそつなく、ね、疲れ知らずでやれるんです。はい、では次の質問よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、15秒筋トレでは、はい、まあ、メタボを改善したり、まあ、はい、筋肉をつけたりするだけでなく、はい、その上で見せる体を作っていらっしゃいますが、はい、見せる体とは具体的にどんな体を言うのでしょうか。そうですね、簡単に言うと、まあね、皆さん胸を大きくしたいとか腕を大きくしたいとか腹筋を割りたいっていう部分的な要素はあるんですけども、総合的には見てないんですね。総合的、体を全体的に、例えば腕だけでかくしてもバランスがおかしかったら変なんですよ。胸だけ大きくしてもバランスがおかしかったら変、なんで胸だけ大きいのみたいな、変なんです。それを体をバランス取るっていう形で、そこで一番いいのが黄金比なんですね。せっかく鍛えてて、それでね、見た目の印象が変わらなかったら嫌ですよね。そしてその黄金比は先ほども言いました通り DNA に刻まれるんです。もう刻まれて、しかも見ただけで好印象を持たれるんです。それってすごくいいですよね。それがこのトレーニングプログラムでできるんです。なので僕は黄金比という形で皆さんにお伝えしています。なるほど、わかりました。その黄金比というのは、はい、例えば外人と日本人、はい、で何か違ったりするんでしょうか。はそうですね、外人ですと、まあ、外人の方ではすごく筋肉をつけるっていう文化があるんで、まあ、それはいいんですけど、まあ、そこでね、まあ、女性が筋肉イコール、まあ、セクシーなアピールっていう形でいいんですけども、日本人にとって筋肉が全てではないので、日本人にとってはまたちょっと黄金比の形が違ってきます。というのは外人と日本人の体格差、あと骨格の質で幅が変わってくるんですけども、日本人では一応、まあ、1.618 ってあるんですけども、まあそうですね、お腹から肩 の、まあのラインまでで、まあ、5センチから7センチ以上離れて幅があるとこの逆三角形になります。でもその逆三角形にするにはちゃんと背中も鍛えないといけないんで、肩や胸、お腹だけではなくて背中も鍛えることでこの逆三角形っていう形になっていきます。はい、まああとは、まあ
欧米式と日本で違うのは X フレームか Y フレームかってあるんですけども、まあ海外では、まあ欧米式ではこの肩のラインから足のライン、このお腹を通してこれが X なんですけども、足まで鍛えないとダメなんですよ。でも日本人が足までムッキムキでいいかっていうと、そうではないですね。日本人はすごく美的センスがいいので、なので私がしてるのは、まあ黄金比をプラスした Y フレームっていう、この逆三角形を作った上でお尻をキュッとして、そして足をスラッと伸ばす、それがすごく印象的にいいので、私はこちらを勧めています。わかりました。ありがとうございます。じゃあ次の質問よろしいでしょうか。はい。よくですね、モニターを使った結果とかですと、はい。あるところとかでは、まあ、そのものの効果の他に、はい。まあ、きつい食事管理とかなどをね、実は行ったりしてたりしますけれども、はい、ありますね。15秒筋トレにある、まあ、成果写真は、まあ、失礼ですけれども、はい。実際は15秒筋トレ以外にも食事時間、きつい食事管理とかも、はい。されているんでしょうか。は、僕はしてませんね。確かにそういうふうな、トレーニングプラスの、まあ、食事制限で個人差ありますっていうものよくありますけど、僕はそうはしたくないんですね。というものは、トレーニング自体がまず非日常のことなんでね、日常生活からね、今生活してる方にとっては。なのにそこに食事まで変えてしまうと、すごく無理があって、あとストレスがかかってしまいます。どんなに良くてもそれは机上の空論になってしまうんですね。僕はまずはね、トレーニングだけでを教えています。トレーニングだけで食事制限を変えなくても成果が出るように作ってます。机上の空論嫌いなんで。ですし、あと無理もさせたくないんですね。せっかく、僕もさっき言った通り、せっかくこのねことに、まあ、挑戦してくれるんで、これ以上無理はさせたくないんです。だから僕は食事制限はしてません。でも食事のアドバイスはしてます。体の変化が見えてきた方がよくモチベーションも上がってるんで、もっと体の変化が欲しいっていう方のための食事のアドバイスとして、ターボチャージャーっていう、まあ、ターボスイッチというものがあるんですけども、そこで体の変化に合わせた食事のアドバイスはしてます。まあそれも、まあ、日常生活ですぐに手に入るようなものをアドバイスしているので、皆さんよく使ってるみたいですけども、それによって体を絞ってたりとか、体を大きくしたり、まあそれは筋肉ですけどね、っていうふうな形でアドバイスもできているので、皆さんそれは活用してなかなか好評をいただいています。はい、よくわかりました。ありがとうございます。